まだジルさんの用事って終わってないんじゃないですか。もう少し他のことをして時間を進めましょう。ひどい匂いだな。これが硫黄の匂いか。この辺りは温泉が湧いていますからね。まあ慣れです。この匂いそのものに薬効があるらしいですよ。本当かどうか知りませんが。眉唾臭いな。どう考えても毒にしかならないように思うが。最初は誰でもそう思うものですよ。本当ならしばらく逗留したいところですが、そうも言ってられないですしね。こんなところにずっといたら頭がおかしくなりそうだぞ。そんなこと言ってたら、この近辺に住んでいる奴らは全員あれな奴ってことになるじゃないですか。大丈夫ですよ。それにプラチナ様はあまり丈夫な体じゃないんですから、こういうところで養生した方がいいんです。本当はね。病人扱いはやめろ。だったら体力つけてくださいね。ちょっと歩くだけで疲れた休むとか言わないくらいにはね。でも今の季節は温泉街なんて人がごった返してるものですが。妙に閑散としているな。ですね。ちょっと聞いてみましょうか。プラチナ様はこの辺で待っててくださいね。くれぐれもどこかへ行ったりすられたりしないでくださいよ。おい、何です？こんな匂いのところに俺を置いておくつもりか。嫌ですか？当たり前だ。わがままですね。しょうがない。どこか店でも入ってお茶でも飲んでてくださいよ。そうだな、あの辺なんか人だかりができているから、そこそこうまいものを出すんじゃないですかね。わかった。なるべく早くまとめてこい。了解しました。勝手に人材が集まればこんな苦労はせんのだがな。行くか。いらっしゃいませ。すいません、今当店は貸し切りとなっております。貸し切り？はい、とってもえだーいえだーい方がご投了なさっているので、一般の方はご遠慮していただいてるんです。偉いやつってのは誰だ？とてもとてもえだーい方としか伺ってません。めんどくさいな。俺が開けろと言ってるんだ、開けろ。うるさいね。一体何の騒ぎだい？はい、なんだかお客さんがどうしてもここに入れろと言って聞かなく
ません、賢者様。賢者。まあいいんじゃないの。部屋は一応空いているのだしね。賢者様がそうおっしゃるなら。あ、ちょっとお客さん困ります。賢者様、素敵な飲みっぷりですわ。さあさあ賢者様、東方から取り寄せました名酒でございます。一貫。苦しゅうないぞ。さあさあ山の幸を召し上がってくださいませ。村の者からの貢ぎ物でした。おお、なかなか殊勝なことだな。僕はだんだん機嫌が良くなってきたぞ。いや、そうでしたらこんな嬉しいことはありませんな。おーい、お調子10本追加。やあ、賢者様かっこいい。なかなかお前は可愛いな。そういうバカは僕は嫌いではないぞ。前は何者だ。綺麗どころの登場かと思ったのに、どうやら違うみたいだね。申し訳ありません、賢者様。すぐにお引き取り願いますから。子供じゃないか。君こそプラチナパストゥール。お客さん、いくらなんでも怒りますよ。ああいいよ、気にしなくて。知り合いだから。え、そうだったんですか。それは失礼いたしました。だから下がっていいよ。はい、それではごゆっくり。どうして俺の名前を知っている。さあどうしてだろうね。とりあえず立ち話もなんだ。寒いし閉めて座りたまえ。話にたがわぬ美人じゃないか。はじめまして、プラチナ王子。俺はお前など知らない。そりゃそうだよ、今もはじめましてと言っただろ。僕らはれっきとした初対面だ。質問には簡潔に答えろ。お前はなぜ俺を知っている。君たちは有名人だからね。多少耳ざとい者たちの間では君たち王子の闘争は注目の的だ。すごいですな、王子様が訪ねていらっしゃるとは。賢者様のご人徳はとどまるところを知りませんな。賢者様すっごい、尊敬。こいつら。そんなしかめっ面をするものじゃないよ。どうだい一献。
結構だ。こういう時は嫌でも受けておくのが礼儀だと思うけどね。もう一つの質問にも答えてもらおう。お前は何者だ？僕かい？彼らは賢者と呼んでいるけど、それだけじゃ自己紹介としては不足かな。当たり前だろう。そう言われてもね。みんながそう呼ぶからそれ以外名乗るわけにもいかなくてね。では質問の内容を変えよう。お前は何ができるんだ？奇跡が起こせるよ。奇跡？思いっきり信用してない顔だね。信用しろというのが無理ではないか。奇跡は起こらないから奇跡というんだ。資源だね。うん、実際その通りだよ。奇跡なんてものはそう簡単には起こらないものだ。ちょっと待ってくださいよ、賢者様。そんなご無体を言わないでください。そうですよ、我々が何のためにこんなもてなしを。とにかく奇跡は早く起こしていただかないと我々は干上がってしまいます。そうだね、もうちょっとだね。そんな、どういうことだ？君も変に思わなかったかい？こんないい季節なのにここの温泉街はガラガラだ。彼らはそれで困っているんだよ。客が来ないなら宣伝でもすればいいだろう。そういう理由で客が来ないんじゃないんだよ。入りたくても入れないのさ。天使が追い払われた腹いせに湯元に毒をまいていってね。ああ、なるほど。だから僕の奇跡で温泉を復活させてほしいと頼んでいるんだね、彼らは。賢者様、もうこちらにご逗留されて1年は経ちます。どうかそろそろ奇跡を起こしてこの町を救ってはいただけませんか。もう資金的にも限界なんです。妙な話だ。は？この男は1年ここにいるのだろう。その間何もしないままここで飲み食いしているだけだったのか。そんな奇跡に頼る前にお前たちで解決すればよかっただろう。湯元の毒がどれほどのものかは知らないが、地道に薄めていけばいずれはなくなるだろうに。しかしご高名な青の賢者様がせっかくいらっしゃるのですし、我々ではどれくらいの期間がかかるのか予想もつきませんもので。こいつが詐欺師でないという保証はあるのか。奇跡なんてものは意図的に起こせるものじゃない。では妹は復活しないのですか？さあね、どうだろう。賢者様、信じる信じないは自由だよ。
僕はどう呼ばれようと構わない。詐欺師だろうが賢者だろうがね。お待たせしました、プラチナ様。で、お取り込み中ですか？間がいいのか悪いのかわからんな、お前は。はあ、申し訳ございません。賢者様、奇跡は起こしてくださいますよね。あなたが伝説のあのお方だと信じたからこそ、我々はご投入していただいたわけでして、詐欺だなんて、そんなことはありませんよね。慌てふためくじいさんは見苦しいよ。ちょっと離れたまえ、賢者様。まあこの辺りが潮時というやつなのかもね。王子に詐欺師と思われるのも尺だしね。おいで水よ、汚れた記憶を消してあげよう。いや、温泉か。あららら、びしょ濡れですね。おお、足の、済んでしまう。あれ、飲んでも死にませんわよ。湯元が、毒が消えてる。奇跡だ。あ、毒？あいつ。そういえば最近青の賢者とかいう男がうろついているそうですよ。会いに行ってみます？もう会った。本物か偽物か、どちらにせよ確かめる必要があるな。さて、そろそろいいかな。王子、できるだけテントにいらっしゃってくださいね。フラフラされると困りますから。